ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回はソニーから新型のワイヤレスイヤホンが発表されましたのでご紹介したいと思います。このモデルは型番が WF-1000XM3 という Apple の AirPods のようなワイヤレスイヤホンになります。昨年同じくソニーから発売された型番の最初が WH というワイヤレスイヤホンもそうでしたが、今回のモデルもノイズキャンセリング機能が搭載されているのが特徴です。ノイズキャンセリングイヤホン自体は他社からも発売されていますが、ワイヤレスでノイズキャンセリングというのはソニー以外にはあまりなく、またノイズキャンセリングを歌っていてもソニー以外のメーカーのものは性能が低くいまいち使いづらいということもあります。ちなみにそもそもノイズキャンセリングという機能は既に同様の製品を使われた方はご存知かと思いますが、例えば車道の横を歩きながら音楽を聴く場合、どうしても車の音の方が大きくて音が聞きづらいということがありますが、ノイズキャンセリングイヤホンを使用した場合、車の音が消えますので、あまりボリュームを上げなくても音を聞くことができます。ソニーの発表によると、今回発売された WF-1000XM3 という新しいワイヤレスイヤホンは、デュアルノイズセンサーテクノロジーを搭載し、業界で最高クラスのノイズキャンセリング性能とのことです。その他、音楽のアップスケーリング機能も搭載しており、要はそこまで音質の高くない音楽などを再生する際にハイレゾ相当の高音質の音に変換することによって音質を向上する機能が搭載されています。またスマホなどとの接続方式は Bluetooth となりますが、新しいチップを搭載したことによって遅延がこれまで以上に少なくなっているとのことです。その他イヤホン自体にタッチセンサーが搭載されており、指でタッチすることによって曲の一時停止やスキップなどを行うことができます。連続使用時間としては本体に内蔵されたバッテリーだけで最大6時間、また専用ケースにはバッテリーが内蔵されており、専用ケースに収納した際は最大3回までフル充電ができるとのことです。ちなみにこの専用ケース自体は USB の Type-C ケーブルによって充電できます。ファーウェイの製品などワイヤレスで充電できるモデルもありますが、今回のモデルは有線での充電となります。便利な機能としては、この専用ケースをスマホにかざすだけで NFC によってペアリングできるという機能が搭載されています。なお既に発売はスタートしていますが、実際に届くのは7月16日頃になる予定です。最後に気になる価格ですが、現在の Amazon での販売価格は2万7000円前後になっています。本格的なノイズキャンセリングを搭載し、ハイスペックなワイヤレスイヤホンですので、価格もやや高めになっています。なお、この動画の概要には、今回ご紹介したソニーの最新ワイヤレスイヤホン、WF-1000XM3 販売ページのリンクを貼っておきます。購入を検討されている方のほか、詳細な特徴など気になる方は、概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。